どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は新シリーズ、新シリーズということで、アサシンクリード3、リマスターの方をプレイしていきたいと思います。で、こちら5月23日に、プレイステーション4で、リマスター版が発売されたものになります。アサシンクリードシリーズね、知らない方もいるかと思うので、まずこのシャープ1はアサシンクリードについて少し説明していきたいと思います。で、ふなしね、アサシンクリードはプレスリーで一番最初に惚れたゲーム、アサシンクリードを買うためにプレスリーを買ったっていうのが最初あったので、非常に僕自身もね、こう思い出深い作品になってます。で、アサシンクリードがプレイステーション3でね、1が出て、で今だいたい6、7作出ているシリーズになります。で、どういうゲームかというと、もう簡単に言うと、アサシンなんで暗殺、こう敵のね、対象を速やかに迅速に隠密に暗殺するゲームになります。で、アサシンクリード3っていうのは3作目かと思いきや、6作目になります。世界はもうすぐ終わるとか、ムービーが始まったね、失礼。6作目になります。シリーズ順に言っていくと、アサシンクリード、そして次にアサシンクリード2、そしてアサシンクリードブラザーフット、アサシンクリードリベレーション、そして今回プレイするアサシンクリード3になります。で、この次がアサシンクリード4ブラックフラッグ、アサシンクリードローグ、そしてプレイステーション4でね、初めて発売されたアサシンクリードユニティ、そしてアサシンクリードシンジケート、そして今ね、アニジャさんとかもねプレイしている最新作アサシンクリードオリジンズというふうにね、なっています。だいたい真ん中ぐらいかな、真ん中ぐらいのシリーズになります。で、アサシンクリード1っていうのは本当にね、もう単純な暗殺方法、普通あのね、あまり投げ武器とかあまりないような、作品だったんですが、2から徐々にこういろんなね暗殺方法っていうのが増えてきて、で、アサシンクリード3っていうのはで新しく導入されたものとしては、海のね海戦が、行えるようになったことであったり、あとはフロンティア開拓システムって言って、未開拓の場所をこう切り開いていくようなシステムが導入されています。で、ここに来てアサシンクリード3がプレイステーション4でねリマスターされて、非常に綺麗な、画質で帰ってきたと、これ非常に楽しみですね。で、そのスピンオフ作品、世界はもうすぐ終わると、スピンオフ作品として、いわゆるまた別の世界で、レバーリバティシティっていう、女のねアサシンの方の話もありますので、そっちもね徐々にプレイしていきたいなというふうに思ってます。で、今回2012年の11月にプレイステーション3、Xbox で発売されたアサシンクリード3のリマスター版で、今回この中にレバーリバティっていう女のアサシンの話並びに、追加ダウンロードコンテンツ3つほどがすでに導入されている。そしてね、アサシンクリード3は少しこう不満要素がプレイステーション3時代は少しあった作品になってました。システム面であったりね、そういう部分で
こう改善してほしいっていう部分があったんですが、まあ、そこもねこういろいろ改善されて帰ってきているというようなものになります。世界はもうすぐ終わるとかわめくやつは以前なら世間からつまはじきにされたものだ。バカなやつだと誰も耳を貸そうとはしなかった。バカは我々だ。だが先走るのは予想、話には順序がある。デズの拉致から始まったのだ。全ては息子にはなかった。体毛も将来の目標もあの子にあったのは義務だけだ。デズはそれを拒んだ。危険を招くとも知らずに。デズは幽閉された。息子を拉致した組織はあるものを探していたのだ。リンゴ、エデンのかけらと呼ばれる秘宝の一つ。同じような品は世界各地に散らばっている遺産だ。古代の危険な力を持つ、その大半を手にしているもの、それこそが息子を拉致した組織だ。アブスター御社として知られているが、真の名はテンプル騎士団。我らの敵だ。戦いは数千年続いてきた。ことによると数千年では済まないのかもしれない。そう、真実を私は知ったのだ。あの禁忌の装置アニムスによって。アニムス、祖先の人生を追体験できる驚くべき機械。全てを変える力を持つ。我々は歴史の真相を知らされた。人々が知る歴史、あれは作られたものだったのだ。勝者によって。我々は懸命に努力した。人々の誤りを正そうと。が我らの力は乏しい。今優勢なのはテンプル騎士団だ。そして今我々の闘争を超越した事態が起きつつある。一刻の猶予もない。食い止める方法を数週間以内に見つけるのだ。それができなければ人は滅びる。全ては私の息子にかかっている。アニムスを通してデズモンドは自分の義務を知った。祖先と一体化し、隠されていた秘密を知ることによってデズは自分自身を鍛えた。祖先の記憶を利用し、数日で数十年分の経験を積んだのだ。その成果はあったはずだ。成否は時期にわかる。運命の日、2012年12月21日は目前に迫っている。何が起きるかはわからない。できるのはただ従うことだけだ。彼らの導きに。彼らの導きは時に支離滅裂で、時に理解しがたい。その力は強大だが、なぜ導いてくれるのかは謎だ。先に来たりし者、第一文明の担い手、エデンのかけらを作り出した者、それも彼らだ。我々は導かれるままにここに来た。今デズはこの古き場所の入り口に立っている。アルタイルの知識、そしてエチオの力を身につけて、その手にはエデンのリンゴがある。我々も我々なりにデズをサポートするつもりだ。力の及ぶ限り。デズモンド、その物語は今終局を迎えつつある。ということでね、まあ、このデズっていうのが主人公、現代人としての主人公になってます。で、物語はまあデズがまあ過去のね記憶をまあ機械によって呼び思い出されて、まあ、それをたどってこう過去をね知っていく。で、先ほど出てきたリンゴ、エデンの果実っていうのを探していくような物語になってます。行こう。で、アサシンクリード1では、まあ、仲間だと思われてた、まあ、施設でね、その機械で過去のアサシンの物語を追体験してたんですが、実はそれは敵だったと。テンプル騎士団っていうね、敵にまあ捕まってて、この人がね、主人公がね、捕まってたことにすら気づかずに、まあ、協力してたような形で、そこから逃げ出して、まあ、この仲間たちと一緒に今行動しているような状況です。
で、このエデンの果実、確か1個前の作品で手に入れたんだけど、まあ、非常に強大な力があると。出てこられるのかと考えもせず、アリスはウサギを追って穴に飛び込んだというわけか。ここはエデンの果実がないと入れない秘密基地的な感じかな。で、まあ、このゲームのね、一番面白いところはパルクール、まだできないけど、パルクールを使ってどんどんね、壁とかをねよじ登って、着いたらしい。さあ、着いたね。遺跡みたいな感じかな。何の躊躇もなくはめるよね。崩れてきたらどうするつもりなんだろうね。デズ、サー、はあ、またこうなるのか。デズモンド、大丈夫か。一体神殿のせいで流入現象が生じ、意識混濁状態になったんだ。で、当然のようにアニムスにセットしたってわけか。目を覚まさなかったらどうするんだ。その点は大丈夫だ。神殿がお前にアクセスしようとしているようだったので、それを断つとかえって危険と思ったのでな、生還することにしたわけだ。ふん、なるほど。なあ、デズ、いいさ、気にしないでくれ。それはそうと、何を探せばいいのかが分かった。鍵だ。ありかまでは分からないが、流入現象も彼女の仕業だ。彼女？ジュノーだよ。鍵を探せと。シンクロレベルは十分ね。これで世界を構築できるわ。神殿の望みが何か見せてもらいましょう。さあ、こんな感じで。さあさあ、どこか具合でも。いや、違う。
少し考え事をしていたんだ。招待状、バーチ様は中でお待ちです。分かった。ことが済んだ後どこにお迎えに上がれば？オペラハウスの前だ。遅れるな。長居したくはない。すぐに参ります。そしてアニムスっていう機械で、まあ、デズモンドのね DNA からこの祖先の歴史をこう機械でね紐解いていくみたいな感じかな。追体験しながら。招待状、コートはよろしいので？紳士淑女の皆様方、どうぞお着席くださいませ。ようこそお客様、どうぞこちらへ。そこかな。おっと失礼。オペラだね。舞台かな。やあヘイザム。デジナルド、この演目が再演されると聞いたとき、どれほど嬉しかったか。主人公の名前ヘイザムらしいね。君は初めてかね。いえ、ですがまだ子供だったので、あまり記憶が。今夜も最後まで見ることはできそうにありませんし。そうなるだろうな。仕事の話だが見えるかね。でエルサネ鷹の目、これ敵と暗殺対象を、まあ、色でね識別できるようになります。階段には見張りが、上は別の方法でいかんと。お任せを。申し訳ない、すまない。おっと失礼。さあ誰にもバレずに、上に行く方法を探します。絶対見られてるけどね。バルコニーに登る。こっちか。まあ、意外と見ないか、こんなところは。さあ登っていく。さらに上に行かなきゃいけないのかな。誰もこっちなど見ていないと。さあ侵入成功。おお、なるほどね。で R3 を回し、まあよくあるシステムだね。鍵開ける。おっとっと。ちょっと緊張してきた。ちょっとだけお酒を飲んで気を落ち着けたら。これも落ちると。
然じゃないか。ああ、来てるな。舞台裏だね、木でできてるね。ヘイサム、相談してくれればこうはならなかったろうに。ああ、だが手遅れだ。こうなるとは残念だ。そうだな。子供には手をかけない。誰か、どうだ、横のバルコニーだ。急げ。お静かに。あそこだ、あいつが犯人だ。あそこのやつだ、捕まえろ。何かしら。バルコニーの客が殺されたんだ。私じゃない、人違いだ。調べてみろ、凶器は。危ない危ない。失礼ですが、もう犯人は殺さないでくれ。誰が優しいのかと。オペラで出してくれ。気をつけて。人が殺されたのよ。出してほしいわ。思い出してください。ただ罰を押すと行く手のね、人を押しのけながら。一体何をしているんだ。安全な場所はどこなんだ。ドキドキ、どうか落ち着いて。ジョレードぞ。どこへ行くつもりだ。字幕ちょっと邪魔かな。まあでもあった方が見てる側見やすいかな。外だよ。ここは人が多すぎる。雪が詰まりそうだ。さあ、暗殺されたのに気づいて大騒ぎだね。オペラいかがでした？正直退屈だった。それでは次はどちらへ？ああ、フリート&ブライドへ。承知しました。素晴らしい。諸君、今ここに鍵がある。この本の通りなら、この鍵によってかつて来たりし者たちの宝物庫の扉は開かれよう。かつてこの世界を支配し、いずこかへ消えた者たちか。そこに一体何があるので？あるのは知識かもしれん、あるいは武器か。製法も目的も計り知れん未知の何かという可能性もある。何であっても不思議はない。彼らは未だ謎の存在だ。だが確かなことが一つある。何であれ我々にとって大きな価値があるということだ。ええ、敵にとって先に手に入れないと。大丈夫だ、案ずることはない。その宝物庫の場所はご存知なので？ああ、ミスターハリソン、これを。精度はどうなのかね。宝物庫はこの園内のどこかにあるはずだ。かなりの広さだな。すまない、だがこれ以上の絞り込みは。いいだろう、とりあえずは十分だ。君を呼んだのはこのためだ、マスターケンウェイ。アメリカへ行って宝物庫を見つけ出し、そこに隠されているものを手に入れてほしいのだ。ご命令とあらば
しかしこれほどの任務となると私一人では。分かっている。ここには我々の同志5名の名が書かれている。彼らの助けがあればきっとやり遂げられよう。皆一芸に秀でた者ばかりだ。では行ってまいります。期待に応えてくれると信じているぞ。ボストン行きの船を手配してある。出航は明け方だ。行くのだヘイザム。吉報を待っているぞ。ミッション完了。外の空気でも吸うか。さあ、だいぶ自由に動けるようになってきたね。さあ、今作から新しくね、海での戦いが追加されたので。俺が嘘を言ったことがあるか。他の奴らの手前もあるものでな。大丈夫だ、俺を信じろ。おやおや、高貴なお客人が片付けなくもお越しくださったようだ。甲板はヘナチョコの来るとこじゃねえぜ。おとなしく船室に戻るこって。おう、お前がいるじゃないか。バカって言ってんのか。ふざけたこと抜かしやがって。このくらいにしとけ。うせやがれ。さあ、戦闘チュートリアル。丸で受け流す。四角で攻撃。四角で攻撃で、カウンターもできるんだよね。どうやってカウンターするんだ。受け流してパンチ。ふざけやがって。グレーブズに勝ったぐらいでこの船を牛耳った気になるなよ。おいおい、もうやめろ。船長に知られたら。船長がなんだ。引っ込んでろ。見るぞ、てめえどっちの味方だ。カウンターで、ああなるほどね。もう一度相手してやるぜ。やめておけ。なんだと。ビビると思ってんのか。そうか、なら覚悟しろ。ほっ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 。降参するか。誰が、うん、風に無勢だぞ。さあ、武器出してきた。罰で武器を奪うことができる。これは一体何事だ。船長、事態を説明してもらおう。ミサ・ケンウェイ、この連暇つぶしにちょいと汗を流してただけですよ。仕事を放り出して暇つぶしとは全くいいご身分だな。遊ばせるためにお前らを雇ってるんじゃないんだぞ。ちょっといいか、ミスター・ケンウェイ。おっと、いかん。これを返しておくぞ。
勘弁してほしいな。あんたを乗せて以来揉め事続きだ。あんたが気にするようなことじゃないさ。そうはいくか。人の上に立つ者がそんなに短気でどうする。だから部下に舐められるんだ。なあ、あんたと口論したいわけじゃないんだ。それより頼みがある。おお、聞かせてくれ。水府の一部に反乱の気配がある。ああ、それはそれは。水府は誰も信用できない。ここはあんたに頼るしかないんだ。引き受けると思うか。水府たちに裏切られたら、あんただって生きてアメリカにたどり着くことはできないと思うがね。さあ、どうなんだ。あんたの言う通りなら選択の余地はあるまい。助かる。だがはっきり言っておくが、今度また私を脅したり侮辱したりした時はこの手で跳ねてやるからな、その首を。分かったか。よろしい。ではまた。恐ろしいね。28日目、1ヶ月の船生活か。ミスターケンウェイ。船長。何を企んでるにせよ動きがありそうだ。それではグズグズできんな。また食事を減らしやがって。俺たちにはもったいないってどういうことだ。さあ戦闘になりそうだね。天井は肉とワインで5万円だってのに。やるしかねえことはわかるけどよ。けどなんだ。悪いんだが少し質問させてくれ。すまねえが、しゃべくってる暇はねえんだ。どのみち話すようなことは何もねえしな。情報が欲しいんだろ。それならコックか医者のところに行きな。事情通だから。どの時代もコックと医者は情報通。悪いが、あと2時間は何も出せんよ。腹が空いたなら看板をどうぞ。聞きたいことがあってきたんだ。聞きたいこと？様子がおかしいやつはいなかったか？言動がいつもと違ってるやつとか。食事のことならお門違いにも俺にケチをつけるやつもいるがね。だがせいぜいそのくらいだな。そうだ、ジェームズのとこへ行くといい。あいつは地獄耳だからな。その男はどこにいる？あんたの後ろさ、樽に座ってるやつがそうだ。ジェームズ。ジェームズか。おうよ。ヘイザム警名だ。よろしく。ああ、知ってるよ。ちょっと質問に答えてくれ。構わないが、ここじゃダメだ。来いよ。で、何を知りたいんだ？いつもとは違う何かを見聞きしたことは、気になることという意味だが。夜になると、甲板に集まってた連中がいる。話の中身をちゃんと聞いたわけじゃないんで、断言はできないが、どうせろくでもない話だろうさ。反乱を企ててるのか？確かに船長は嫌われてるな。ミルズはみんなをなだめようとしてるようだが、あいつ一人じゃどうにもなりゃしない。なるほど、わかった。まあ、生きてアメリカにつければ御の字だな。さあ、裏切り者を探していこう。よう、旦那。順調か？おかげさまでね。波も出てねえし。甲板に用でも？ただの散歩だ。なまってな、足が。
せいぜい気をつけるこった。何せ甲板は危険でいっぱいだからな。なんだ、誰かが積み荷を投げ捨ててる。だがなぜ。さあ、誰かが悪いことしてるぞ。怪しい奴だ。めったに帽子を取らねえ。顔も見せねえし、こっちをじっと見てても分かりゃしないぞ。また食事を減らしやがって。俺たちにはもったいないってどういうことだ。船長は肉とワインで5万円だってのに、俺たちは缶詰と乾パンよ。うん、面白い。うん、大変面白い。さあ、あの夜から5日後。調査は？イタチごっこだ。私の裏をかくようにして樽が海に放り込まれる。誰か手伝いが必要だな。ジェームズかミルズか。だが樽を何のために。おそらくだが樽は目印だ。他の船追ってきているのが何者であるにせよ遠からず。後方2000円砲撃しようとしてます。持ち場につけ。大砲の離艦、みんな捨てろ。警告団か。沈めるつもりはないらしいが乗り込む気だ。砲撃準備、戦いに備えろ。あんたは下に行っててくれ。なぜだ。私も手伝わせてくれ。ロープの結び方を知ってるか。大砲はどうだ。海での戦い方は分かるまい。船室に行っててくれ。なんなら人をつけてやろうか。さあ、ハッチを閉めろ。敵が来たね。上にいたんじゃ。敵の攻撃を受けているんだ。にしても妙だ。反乱は杞憂だったはずだ。なのになぜ。杞憂じゃないぜ。どういう意味だ。オペラハウスであんなことをしておいて簡単に逃げられると思ってたのか。お前を見逃すとこの俺たちが。ああ、そういうことだったわけか。諦めろ。礼儀は守ると約束する。礼儀を守るというのであれば剣をよこせ。ほう、そいつは本気で言ってるんだろうな。1対1。怠慢だね。さっさっ。カウンター。カウンター流しうまいな。武器は奪えるのか。カウンターは効かない。カウンターは効かない。だけど武器は奪える。オッケー。
下にいろと言ったはずだ。そうしたんだが、ミルズが待ち構えてた。敵を招いたのは奴だ。たった一人の反乱というわけだ。奴らの狙いは？私だ。あんたを差し出せば。差し出せば？どうせ打破されるか。無意味ってわけだ。逃げる方法はある。嵐に飛び込めっていうのか？それしかない。お断りだ。やるんだ。ああ、分かった。固定しないと。言ったろ、無茶だって。落ち着け。ここは俺に任せておけ。ここは任せろ。おっとっとっと。次はどこだ？すごい雨だ。みんな荷物飛ばされないように押さえてるね。まずいぞ、ロープが切れてる。スピードが足らんぞ。砲を緩めろ。ヘイザム、一番マスト。ジェームズはメインマスト行け。メインマスト。急げー。反対側に回るのかな。よいしょ。すげえな。砲張れ。一発、ジェームズを助けろ。35秒以内。早くしろ。長くは持ちそうにねえんだ。ああ、すまねえ、助かった。逃げ切ったか。崩れていく。沈んだね。敵は沈みました。嵐に飲まれて。2ヶ月ちょっとか。
よしみんな入港に備えろ。入港？霧が濃すぎて陸なんてまるで見えないが。知りたいことはカモメに聞けだ。見張り台に登ればわかるさ。見張り台、景色がいいのかな。よいしょ。さらに上。UBI プレゼンツ。すげえ。さあついにアメリカ大陸かな。到着。さあではシークエンス1終了かな。そう、ムービーねばっかりの動画ですが、まあストーリーもねみんなに追って把握ねして一緒に把握を楽しんでもらえたらと思いますので、では本日の今回の動画はこの辺で、またね。